誰を置いても呼ぶべきはどちらかといえば影縫いさんじゃなかったんですか。おののきちゃんの主人の不死身の怪異を専門とするあの暴力陰陽師。あいつは制御できない。一生皮肉の端を囲っていてもらいたい。この火炎さんにそこまで言わせるってすごいな。まあでも戦闘要員はおののきちゃんだけで十分なのか。いいな。昨日その世継ぎから経過報告を受けた時点で、つまりコヨミンが初代の彼と接触したという報告を聞いた時点で、私はもう一人助っ人を呼んでおいたよ。そろそろ迎えに行かなきゃいけないのさ。でも助っ人っておののきちゃんだけじゃダメなんですか。ダメだ。お姉さんは今日中に決着をつけるつもりだから。意志を持ち意識を持ち、もはやエナジードレインを恣意的に使える彼は放置すればするほどに強化されていく。バイ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 ゲームだ。のんきに構えていると完全復活されてしまう。そうなったら手に負えない。その時こそ夜鶴を呼ぶしかなくなる。影縫いさんを非人道兵器みたいに言ってるな。何としても彼が人を食う前に殺してあげたい。